ブシロードのスタッフさん完全監修だよ。あのバイス・シュバルツがプレイステーションポータブルで初のゲーム化。キャラクターの夢の共演が今始まる。受けてみて、これが私の全力全開。行くよ、バルディッシュ。宇宙人や未来人や超能力者を探し出して一緒に遊ぶことよ。大丈夫、私が支える。私は天使なんかじゃないわ。ハローです。それじゃオペレーションスタート。私には伊坂美琴って名前があんのよ。インチキじゃないもん。まずはそのふざけた幻想をぶち殺す。プロデューサーさんの思い出さえあれば世界に怖いものなんてありません。私ならまだまだ歌えます。ミルキーホームズ操作開始です。それじゃあみんなついてきて。私の歌を聴け。おーテクルカー。そう、あなたが私のマスター。時間を稼ぐのはいいが、別にあれを倒してしまっても構わんのだ。クライマックスモーションでついにカードが動き出す。あの名シーンがいよいよあなたの手で蘇るの。君だけのドラマを PSP で演出しよう。学園を舞台に恋にカードにと大忙しのあなた、一体誰と恋に落ちる。そして学園に隠された謎とは。さらにさらにカードゲームは初めてって人でも安心。しおこが優しく教えてあげるね。バイスシュバルツポータブル、通常版は2パッケージで登場。好きな方を選んでね。さらに超豪華限定版も2パッケージで同時発売。オリジナルの PR カードや参戦作品に登場するキャラクターと対戦できるオリジナルゲームもついてくる。それに特別小冊子、私の特製スリーブ、なんとプレイマットまでついた超豪華5大特典付きの限定版だよ。言えた。あー、予約特典はプロダクトコード付き特製カード、今すぐ予約しなきゃだね。プレイステーションポータブル専用ソフト、バイスシュバルツポータブル、ブーストバイス、ブーストシュバルツ、限定通常版ともに2パッケージで11月23日発売予定。